ジョン・マギー、ジョン・ギレス・ピー・マギー、ジョン・ギレス・ピー・マゲー、1884年1956年は、アメリカ合衆国の米国聖公開牧師。日本軍による南京事件は、中国政府が世界の記憶へ申請し、2015年登録された。アメリカのペンシルベニア州ピッツバーグ出身。イエール大学で学んだ後、マサチューセッツ州の神学校に移っている。 1912年から1940年まで中華民国で米国政公会伝道団の宣教師として活動し南京下関地区で教会を主催してキリスト教布教と、医療活動を行った日本軍による南京占領期間中は南京国際赤十字委員会委員長南京安全区国際委員会委員を務め外国人の大邸宅を借用して 難民を収容した。日本軍による南京事件について記録、証言をする一方で、日本人将兵の良心的な行動も評価して記録している。マギーは極東国際軍事裁判では南京事件の証人として証言台に立ち、日本軍による殺人、強姦略奪事件について被害者からの直接聴取、自ら言った、 被害調査などを基礎に証言を行った。伝聞以外の目撃証言については、ブルックス弁護人が、それでは、ただいまのお話になった、不法行為もしくは、殺人行為というものの現行犯を、あなた、ご自身いくらくらいご覧になりましたかとの反対問を行い、マギーは、私は、自分の証言の中ではっきりと申してあると思いますが、ただわずか一人の事件だけは、 自分で目撃いたしましたと回答した。その目撃によれば、1937年12月17日、マギーは家のバルコニーから中国人が一人殺されるのを目撃した。中国人に日本兵が追加すると中国人は逃げ去り、それを日本兵は追いかけて射殺した。一方、マギー牧師の日記には私たちは 本当は殺害現場を見ていませんと書かれている。ブルックス弁護人は、合間の現行犯をご覧になったことがありますかもしあるとすれば、それはいくつくらいでありますかとの反対尋問も行い、マギーは、私が見ましたのは、一人の男が実際に、合間行為をしていたのであります。もう一つの二人の男というのは、女の子と信頼に横たわっていたのでありますが、 その父親の言うには、私がそのところに行きますよりすでに前に、合姦していたということでありますと答えている。また強盗については、アイスボックスを盗んでいったのを見ましたことは、覚えております。私の隣に住んでいる中国人の夫人が参りまして、80ドル盗まれたと言いましたので、すぐに、 そこに参りましたが、その盗んだ犯人と様まし物から80ドルを取り返すことはできませんでした。私がそういうことを見ないというのは理由があるのであります。日本の兵隊が家屋に侵入してきた場合に、私たちがそこに行きますと、すぐ日本の兵隊たちは逃げたので現場を見ることができなったと証言している。これに対して以下の反論がある。 マギー牧師が日本軍占領期間中の中華民国の南京で南京事件の犠牲者、被害者を撮影したと解説する8リールの16ミリフィルム、通称マギーフィルムがある。その多くは南京難民区内のコロ病院で撮影されたもので、字幕の説明によれば日本軍の暴行を受けた幼い子供や女性、中国兵や民間人の死体等が映っている。ただし、 虐殺場面とされる映像については、字幕の説明のみで、肝心の映像は映っていないため、映っている主体が戦闘で死んだものなのか、虐殺されたものなのか、日本軍の手によるものなのか、中華民国軍の敗残兵の手によるものかなどが、わからず、記録映像として、疑問を呈する声もある。このフィルムは、後に、ジョージ・アシュモア・フィッチラが1938年1月に、 上海へ持ち出して4セットのコピーを作成し、それらのうち1セットは南京ドイツ大使館にいたナチスドイツ外交官のケルクローゼン博士によってドイツ外務省に送られた。同年4月に渡米したフィッチはロサンゼルスを皮切りに全米各地で英社会を開いて日本軍の蛮行を訴えることに使用し、渡米の主目的であるワシントンでは国務次官のスタンレー ホーンベックをはじめ会員の外交委員会、戦時情報局などの要人、新聞記者などの報道関係者にもフィルムを見せている。このフィルムは1938年5月16日のナイフ氏においても紹介された。しかし極東国際軍事裁判に証拠として提出されることはなかった。国民新聞によれば、マギーフィルムは大半が戦争の一場面として病院で、 中国人が治療を受けている姿であり、大虐殺の証拠とは言えず、老前報告も日本軍が南京入場する一週間前に上海に脱出していた老前政務書記官がまとめたものであり、同書記官の証言は目撃証言ではなく根拠を持たなと主張している。オリジナルフィルムは長年行方不明になっていたが、1991年、 マギーの次男デビッド・マギーの自宅から再発見された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。